左側の方が効く。使える。使えるわけですね。要は、総称でいう脳性麻痺。なので小さ、あの、生まれた時に、低体重児の 1500g で、それが原因の酸素不足で、命は助かるけれども、ちょっと障害が残ってしまったということで、脳の中にやっぱり MRI とか通ると、傷は残って、見えるんですけども、そういうのが大きくなるに従って、あの傷跡が大きくなって、やっぱり症状として緊張、あとクロス、あと股関節のすれとか、そういうのも発覚していって、成長の妨げになってしまうので、やっぱり歩けないとか座れないとかいう症状が成長とともに分かっていく感じですね、はい、未熟児ですぐ保育器に入ってから、あの総合病院のリハビリの先生が来てくださって、筋の緊張を落とすとか、もう大体症状として分かるのかもしれないんですけど、最初からもうそういう先生がいらっしゃって、だから生まれた時からもうすでにリハビリは始まってた感じなんですけど、はい、でいろんなドクター先生にお会いして、いろいろやってはいますけども、たまたまその今回のは中川先生が整骨院で、あの DVD を見せてくださって、私からは伝わったという感じなんですけども、はい、総称して今の日本の医学では脳性麻痺という、そうですね、体の機能は全て標準ではないのですが、できる範囲で生活、日常生活を送っています。状況の3点は少しでも改善されたら日常生活が送りやすいと思います。それは股関節がやや脱臼気味、無重であることはないです。ないわけ、はい、これ股関節の問題は左の脳から来てます。で右手の機能がこれも同じ、はい、これから倒れるのも全部同じ、うん、そうですね。で、操作低体重症のため脳室同意脳室周囲白質何箇所により脳性麻痺に右麻痺が多く、体全体を足で支えることができません。右麻痺で使いながら使っている、ね、さらには背もたれが必要、手術などはまだ進んでありませんということで、で、はい、それは左の脳梗塞系は、左の、舟状骨内側 PP の 5EX と P と P の 5IL、 それと第一血小骨は P の 5IL。 ごめん。EX の親 EX 緊張してるね、緊張してるんだ、そう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 、はい、はい、そう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 、はい、そうそう、はい、じゃあどうしよう、行こう、 OK、 うん、右、はい、舟状骨外側 P5IN、 はい、第五中足骨筋部外側、はい、P5EX、 はい、 5IN、 はい、40IN、 45EX、以上ですね。で今は、はい、ほぼ OK です。あ、本当ですか。今日情報として分かるものに対してはみんなできてる、だから日常生活の中で今日書いてあったものに関しては、はい、一応いいって言ってる、うん、だからちょっと様子見てほしい、うん、今すぐ分かんないわけね、分かんないですね、日常生活してみないと。股関節、股関節はどうして分かるわけ？股関節は、あ、脱臼って。レントゲンです。あ、レントゲンでね。はい、あ、日常生活で左の頭
肩球で問題点。何て言うんですか、こうやって立った時にクロスしちゃうんですよね。そうですね。先生、クロスが一番困るんです、うん、ちょっと立つのには立てるんですけどね。左は大丈夫で、足じゃないですよ、問題はね、うん、足じゃなく、骨盤じゃなく脳ですね、脳から来てるんですね。脳と右足に関連するところで、やるところは右手の三角骨、背側から肺炎の怖い。そうです、右手もね、ちょっと上がり方も変なんです。ちょっともう一回やってみて。あれちょっと待って、クロスしたいどうチェックすればいいですかね。分かるよね。そうですね、クロス行かないね。クロス行かない、行かないです。どういうこと。さっきよりね、ちょっとね、ちょっと持ち上げちゃうとすぐクロス行っちゃうんですけど、ああ先生クロス行かない全然。あ、そうなの。え、本当ですか。足がバッテンしてたり。そうですね、このバッテンがバッテンになっちゃうのがあれだったんですけど、今持ち上げるとすぐクロスなんですよ、いつも。でも今もうクロスしなくなっちゃってるんですね。あ、しない。しない。しない。いやー、ありがとうございます。ここやってほしいね。はい。ここで。あ、私がやればいいですか。そうそうそう、どこですか、ここですか、先生。こうして、はい、ここだね。そんな強くしないでね、ここを、うん、子供だからですよね、はい、じゃあこれで続けていけば、もう違うわけ。そうですね、うん、もうね、これが罰になっちゃうのがいつもだったので、うん、クロスティーかな、よかったね、うん、ありがとうございました。